今回はスクラッチで日本人が作った神作品をプレイしていきます。どうも皆さん、こちらひのです。皆さんスクラッチやってますか？スクラッチには様々な神作品がありますが、海外勢だけではなく日本人が作った神作品もたくさんあります。今回は日本人が作ったスクラッチの神作品をプレイしていきましょう。その前に僕のスクラッチのフォロワー数が660人を突破しました。みんなフォローありがとう。今回の動画もコメント欄から着想を得て作成しました。みんなの作品やおすすめ作品どんどんコメントしてくれると嬉しいです。スクラッチの他にもツイッターもやってるのでフォローお願いします。ということで、一つ目の作品は流行りに流行ったスイカゲームをスクラッチで完全再現した作品です。こちらね、クレジットに書いてある通り、なんと世界一のスクラッチャーグリフパッチさんの物理エンジンを参考に作られてるみたいです。こんなところにもグリフパッチさん出てくるとは、さすが世界一ですね。ということで、実際にこちらのスイカゲームやっていきましょう。スタート、始まった。お、 BGM もスイカゲームで、これなんか僕ニュースクラッチャーなんでランキングできないっぽいんですけど、ランキングもあって、これ全国ランキングが乗ることができるらしいんですよ。まあ、なのでオンラインつなげる人は超頑張ればここのランキングに入れるっていうね。これすごいね。じゃあ早速いきますよ。書き落として、おーすごい、ポンポンって跳ねる。このさ、ちゃんとうわすごい、コロコロって転がるコロコロコミックみたいに、ちゃんとね物理エンジンを利用して作られてるので、物にぶつかるとこう弾け合うという風な感じになってます。こう見えてね、僕スイカゲーム世界1位の称号を持ってるので、うまくできるんじゃないでしょうか。ほら、これ連鎖させるんですよね。これ連鎖ゲーです、スイカゲームっていうのは。これでここら辺に置いといて、はい、いいね、いい感じで、ここに伏線を貼っておく。専門用語でね、こういうの伏線って言うんですけど、ここでねこう伏線を貼っとくことで、次何が来るか、次来た時に対応ができるんですよね。こういう感じにね、でこう押し込むと、押し込む、わすごい、全然めちゃめちゃスイカゲームなんだけど、さあそのまま押し込んで、これプロの技見せちゃうよ。スイカ作っちゃおうかな。さあブドウもできた、おー、いいいいいい、あ、ハサメハサメ、そのまま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 、来た来た来た、おー弾けた、びっくり、いいですね。これで桃ができました。ここでこうするんですね。これ あえて上げていく、底上げ、セブンイレブンみたいにね。これセブンイレブン戦法って言うんですけど、こう下でこう底上げることで果物たちがこう上に上がってくると、循環をね起こすことができるんですよ。このままで、ブドウでブドウブドウ、はい、カキ、イチゴさん、あい、来たすごい、うわ、パイナップル、これさ、こういうこと言ったらあれだけど、スイッチで買う必要ないよね、これ。完璧なスイカゲームすぎるんだけど、だいぶいい盤面なんじゃないか。ニュースクラッチャーなんでスコアランキングに乗れないと思うんですけど、更新しちゃっていい、みんな。見たいでしょ、僕のスクラッチで。僕がてっぺん取るところ。ここにね、流し込む。そう、ほら。で、ブドウになると。で、そしたら次、ここで柿と、ほら、ピーチになるんですね。半年か1年ぐらい遅れて今、スイカゲームの実況をしてるってね。未だにやってるの僕ぐらいかも。やばい、危ない、それ。来た、メロン、危な危なかった、今。うまい具合に、もう一個メロン作れば、スイカになりますからね。調子いいんじゃないか、めっちゃ。さあ、1800、あと100ポイントで、5位に入ります、僕が。しかし、かなり苦しい盤面になってきましたね、皆さん。ここで見せるプレイができる、できてからが、本当のスイカプレイヤーと、スイカゲーマーですね。難しい。難しいけど、こうして、こうして、ここで柿を作る、ダブ柿。ダブ柿でこうすると、リンゴが集まる。リンゴの集会がね、できました、ここで。で、はい。これで、はい、ナシミンが誕生した。これナシミンを合体させることで、ナシミン総大将がね、完成するんですよね。ほら、こういうこと！うわ、スイカできた今！スイカできたのに！うわ、できた瞬間弾けた！そんなことある？そしてなんと、2273ポイント。ほら、4位取りましたよ、僕の数字。ということで、スイカゲーム、これかなり面白いぞ。めちゃめちゃよくできてる。これが無料でできて、しかもランキングあるの、めちゃめちゃ面白いですね。二つ目の作品は、リアルタイム地震ビューアーです。こちらね、ゲームではないんですけど、なんと、クラウド変数を使ってリアルタイムに地震津波情報を受信することができると。スクラッチで現実世界の情報を受信できるっていうね、もう訳がわからないよ。そんなことできるの、スクラッチって。ということで、僕スクラッチャーじゃないんでね、ターボワープ版の方を開いていきたいと思います。さあ、開始することができました。リアルタイム地震ビューアーターボワープ版、はい、地震情報タブ、気象庁が発表する地震情報を見ることができます。で、ここでいろんな地震情報とか津波の心配があるか、どこで地震が起きたかを見ることができると。はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。今回ね、日本人が作ったスクラッチの神作品をプレイしていく動画なんですが、さすがにこれは日本人じゃないと出てこない発想だよね。地震大国日本だからこそ生まれた作品と言っても過言ではないかもしれません。ちなみに1時間前ぐらいに
ここで地震が起きたらしい。震度1だから、まあ、本当にビビたるものだろうけど、こういう感じに地震情報を受信して見せてくれるんだ。すごいな。で、地震履歴も、ここのさ、地図に表示ってやつで、どこで地震が起きたかっていうのが見れると。わ、すごいね。18日の6時54分に起きた、これちょっとでかくないか。最大震度3ってちょっとでかくない？見てください。時間もね、ちゃんとリアルタイム。僕が今撮影してる時間がバレちゃってます、これ。恥ずかしい。この時間にこいつは動画撮ってるんだってことがね、バレちゃったんで、恥ずかしいんですけど。そうなんですよ。このリアルタイムでね、見ることができると。しかし、今はね、何も地震起きてないんで、別に地震情報が表示されることはないですね。これちょっと複雑なのがさ、地震起きてくんないかなっていうのもちょっと違うじゃん。でもこれ地震起きてくんないと何も出てこないから、難しいとこであるよね。ちなみに夜中まで起きてたら、なんと偶然地震が発生して、動いてる様子を撮影することができました。こんな感じに実際に作動して、地震情報を検知することができます。こういう感じで、地震情報をスクラッチで見れてしまうんで、皆さんいつ首都直下地震、南海トラフ地震起きるかわかりません。常にね、スクラッチのリアルタイム地震ビューアーを見て、災害に備えて準備してみてください。今回はこんな感じに日本人が作ったスクラッチの神作品をプレイしていくので、少しでも面白いなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。ということで、3つ目の作品は太鼓の達人を完全再現した作品です。なんと、最近やっとスチームでも出た、この太鼓の達人が、スクラッチでタダでできてしまう神作品になってます。コメントにもね、どうやったらこんな神作品が作れるんだ、すごすぎるっていう風な感じで、かなりの再現度みたいです。閲覧数もこれやばいしね。ということで、やっていきたいんですけど、この作品の曲リストが全部、だいたい著作権引っかかりそうなやつなんで、こちらの埼玉2000がある、バージョン 5.1.1 を、これプレイしていきたいと思います。ちなみにこの作者さん、いろんな太鼓の達人再現作品と、しかもリアルタイム地震ビューアーもこの作者さんらしい。太鼓も叩けて地震も揺らせるってこれすごいね。ということでやっていきましょう。おぉ、すごい完全に、配達。あ、この上のさ、時間制限もちゃんとあるんだ。これで、100円入れた時にね、あ、急がなきゃ、急がなきゃっていう、この、ドキドキ感もちゃんと味わえると。さあ、で、今回やっていきたいのは、ナムコオリジナルの、エンジェルドリームとかあるの？エンジェルドリームやりたいわ。埼玉2000より。え？これできるんだ。これじゃあ、知る人と知る名曲、エンジェルドリーム、実際にやっていきましょうか。スタート。さあ、できるかな？今、完全に、配達のゲームやってるんだけど、ここがドンで、ここがカト。はい。おぉ！ドン。ドン。すごすぎる、これ。クオリティがドンドンドンドカ、うわ、ラグもほぼない、これ。ラグほぼないどころか、全然ないんだけど。ドドカ、ドドカ、ドンドカ、うわ、すご！僕、Wii のさ、タタコンあるんだけど、Wii のタタコンあれば、これできるんですかね、ちゃんと。なんか、読み込む方法があるかわかんないけど、それあればさ、完全に本家そのままできる感じなんでね、これ、やばいですね。ただ、音ゲーと、この実況っていうのはね、だいぶ相性が悪いっていうね。叩きながらこれ喋んないといけないって、ちょっとこれ難しいな、これ。うわ、僕もね、一時期、中学の時ぐらいに、配達流行ってね、友達とやりに行ったから、ドンドンドカドカドンドコドドン。でもあるよね、それ。そういう時期。みんなマイバッチ作り出してた。みんなマイバッチ持ってますか？マイバッチはね、当時ね、すごいかっこいいなと思って、僕も憧れて技術の時間に木を掘って作ってましたね。で、結局めんどくさくなって作ってないっていうね。これちょっと喋りながら無理だわ、これ。ドン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 か。はい。ノルマクリア失敗だドン。あ、これもちゃんと出てくる、これ。ポカってなってる。あ、すご。完成度がえぐいな。で、これで本当だったらね、復活チャレンジーって出てくるんですけど、これはスクラッチなので何回でもできると。で、ちょっと飛ばしながらになるかもしれませんが、埼玉2000いきますか。埼玉2000で難しいできるんですよ、僕。しかもね、やるために覚えたからね、ちゃんと中学の時。だからその記憶が、まだ残ってるか。どん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 カッカどん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 、うわ、覚えてる。どんどんどん、覚えてるよ。カッカどん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 カッカどどどどどどどんどんどんどどどんなんだよね。うわ、すごい、覚えてる。なんとなく譜面を覚えてるぞ、みんな。こう感じるとずっとね、夢中になってやってたことって、なんとなく体が覚えてるものなんですね、全体的に。さあ、こっから本番。はい、どっか、どどか、どどか、どか、どか、か、どか、か、ど、どか、どか、どどかなんですよ。どっか、どどか、どどか、どか、どか、か、どか、か、ど、どか、どか、どどかなんですよ。鬼できないから、せめて難しいやりたいと思って、これめっちゃ練習したんだよね。まさかあの時の記憶が、この実況者になった今、生きてくるとは思いませんでした。どか、どか、どどか、どん。はい、ということで。
ギリクリア成功。よかった。懐かしさも感じつつ、もう配達もね、しっかりと遊ぶことができると。お、すごいドン、よかった。褒められた。わ、おもろ。配達好きな子はマジでこれ、ずっとやっててもいいね。これやばすぎる。おもろすぎる、これ。配達好きのドンダーのみんなは、ぜひやってみてください。ということで、4つ目の作品は、マインクラフトプラットフォーマーです。こちらもね、日本人が作った神作品ということで、話題にね、上がってて。見てください。閲覧数なんと100万再生されてるってことよ。とんでもない作品だな。いろんなプラットフォーマーがあるらしくて、その中でも、エンドラ討伐戦ということで、どんなゲームなのかやっていきましょう。スタート。マインクラフトプラットフォーマー5。スタート。さあ、これで、とりあえず、このスティーブでどんどん進んでって、で、エンドまで行けば勝ちと。はい。あ、じゃあ、あ、痛い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 。あ、もう、わあ、死んじゃった。早すぎる。あまりにも下手。ちょっとゾンビ強かったんでね。これで移動して、で、ゾンビはね、このスペースで剣が触れるんで、これで、あ、オッケー、攻撃できる。おら、おら、さっきやってくれた分、やっちゃうぞ、お前。痛い痛い、ごめんごめん。オッケー、うわ、チリチリになりましたね。このまま進んでいきましょうか。ここも、これもダメなの？何のダメージ今の？あ、いいですね。これで、多分落下ダメージかな。こっから？あ、落下ダメージ、めっちゃ食らうやん。そこもちょっと気をつけないといけないってことですね。うわ、絶対これ食らうでしょ。これ取り除けないの。痛い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 。貧弱すぎるだろ、さすがに今のは。あ、でも、こっからやらせてくれる。優しい。ぴょん、オッケー。ぴょん、オッケー。危ない危ない。お、石の剣が出てきました。でれれれー。ちょっと強くなった。ここなんかマリオの、初代マリオの裏技みたいなポジありますよ、これ。ぴょん。はいはい、連続うまい。ま、これ上か下か、上下どっちってやつですね。これ上いけんのか、これ。いけなそう。下で。さあ、うわ、スケルトンとゾンビがやってきた。痛い痛い痛い。それズルだって。ズル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 。ズル、早っ。見切るぞ。うわあ、オッケーオッケー。で、矢をね、補充してる間に、切る。オッケー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 。これで、死ね、死んでくれ。頼む。あはスケルトン殴る、殴る、殴る。それかもうこれで行く。オッケー。うまい。わ、クリスパーもいる。クリちゃんがいるぞ、ちょっと。クリちゃん爆発させて、こいつら全員仕留められないか、どうにか。クリちゃん爆発して。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。うまいうまい。わ、スケルトンが厄介でした。さあ、鉄拳をゲット。ネザーに入っていきます。オッケー、入れたネザー。エンダーマンがボスキャラみたいになってる。絶対勝てないんですけど、ハート1個対。でもなんか、エンダーマンしょぼくなってるね。さあ、これで、ちょっと死んじゃったんでね。これで、慎重に降りて、はい、このまま、こう、抜けれないか。エンダーマン倒さないといけないらしい。痛い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 、強い！しっかりと殺していかないとダメですね。しかし、これしっかり見極めて。はい、オッケー。うまいんじゃない？うまいぞ。クリティカルある、もしかして。ほら。クリティカルあるわ、これ。はい、ということで、エンパーをゲットしました。で、右行って、金の剣。さあ、また、うわ、痛い痛い痛い。強すぎ。こいつ、ブレイズもちゃんといると。エンダーアイをゲットするまでの過程で、必要なものは全部揃えていくって感じですね。さあ、しかし、3発で殺す。強くなりましたね、僕も。ダイヤのソードにしました。で、これでいよいよエンドじゃないか？なんかさ、これ RTA とかできそうな感じの完成度ですね。マジで上手い人は、パパパってノーダメでできたりしそう。で、ここにエンド要塞がありますよ、と。さあ、今までのオールスターがやってきた。こんな敵湧いてることあるか？多すぎないか、さすがに。さあ、来た。これで、エンダーアイが、はまっていく。真ん中に。なんか湧き出てきた。温泉みたいな。さあ行くぞ。来たー。で、ここでネザライト剣の支給が始まると。いいですね。ネザライト。これでエンダードラゴンを倒せば勝ちと。で、この壁登り、サスケを使ってね。これ、エンクリを壊していく。痛い！食らいすぎじゃない？ちょっと。壊して、これで、あいつの回復源はなくなった。やめて、それ！やめて！出れなくされたんだけど。やめて、おい。それ、こすいぞ、お前。それでも本当に、お前、ラスボスか。オッケー、危ねえ。ハート、頼む。これで殺しきりたい。さあ、降りてきた。来い、プッチ神父。いや、こすい、こすい、こすい。それ、やめて。いや、ギリ当たんないって。これで、3発、4、痛い！へこいぞ。まあ、しかし、これで終わりですよ、と。次降りてきたが最後、お前の寿命が、全うされる時だ。さよなら、エンダードラゴン。さあ、エンドラを倒しました。こうして、マイクラの世界に平穏が訪れるのであった。どうすればいいんだ、これ。あー、死んじゃったということで、マインクラフトプラットフォーマーでした。100万ビューされてるけど、ちゃんとやっぱりゲームとして面白いものですね。皆さんもぜひ、ノーダメ、ノーデスで、エンドラ討伐目指してみてください。ということで、最後の作品は、サンズ戦です。なんと、このスクラッチで、アンダーテールのサンズ戦を完全再現した作品になってます。ちなみに僕、アンダーテールやったことないんですが、これできるかな？今日は素敵な日だ。花が咲いてる、小鳥たちもさえずってる。こんな日に、おっと、
来たみたいだな。え、なんて言ってたかって言い直そう。こんな日にはお前みたいなやつは地獄で燃えてしまえばいい。あ、地獄で燃えてしまえばいいか。地獄を得ろってことなのかと思った。急になんで地獄に落ちないといけないんだ僕が。これ以上近づくとひどい目に遭うぜ。近づいちゃうかな、もうキスしちゃう。まあ引き返すと言ってもお前のケツ、決意か。お前のケツが硬いのかと思った。お前の決意は硬いらしい。最悪か。おお来た。ででで、って、サンズが現れた。ファイト。殺すぞ、こいつ。あー、ミスった。で、これで、最近このスクラッチ、あ、オリジナルだ、これ。セリフが。大規模な歪みが発生してる。これは誰のせいか。お前らに決まってるだろ。歪み。うわー、うわー、ちょ、なんですか、これ。あ、強火。最悪な目に遭わされそうな予感がする。調べる。8アタック、400ディフェンス。殴りは弱いけど、守りはめっちゃ硬いってことですかね。これハートでちゃんと逃げないといけないと。初見クリアできないんじゃないか、これ。絶対できないだろ、これ。多分このハートで、当たんないように。できない、絶対。あ、2回目、また来たのか。なんか覚えられてる、顔。何度やっても同じことだ。え？そんな覚えられることあるの？そしてなんか最初の挨拶が削られてる。さあ、一発530に与えられた。じゃ、まずその、ふわふわ攻撃が始まると。これね。さあ。で、真ん中 OK。よく、いいぞ。さっきよりいいぞ。なんとなく覚えた。最悪な目に合わせられそうな予感する。サンズ、殴る。さあ、452。これもふわふわ攻撃だよね、多分。はい。はい。はい、うまい。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 早く終われ。早く終われ。わ、まだあるの？まだあるんだ。ちょっと、わかんない。OK、こうか。こうだ。こうや。え？みんなこんなことやってるの？これできるの？みんな。さあ、サンズ、お前のことを許さないからな、絶対に。次こそ。この動きだな、この動き。覚えたぞ。右側に立って、ドゥルルルルルなんで。さあ、行くぞ。さあ。こうだ。いいんじゃないか、いいんじゃないか。いや、来た！ここはターニングポイントのようだ。ステーキを食べる。さあ、60回復。さあ、もう攻撃当たらない。こっからどうなる？こう。痛い、それ。ばっこりと食らってる僕は。サンズ。もう死んでくれ、頼む。まだミスなんだ。スペシャル攻撃を使わないといけなくなる。やめて、それ。やめて。わかんない。おー、本当の戦いが今始まる。もう終わってほしい。始まらないで、全然、俺はお前に判決を下、おい、ケツ出さないでくれ。やめて、それ。頼む。サンズ倒れてくれ。行くぞ、この攻撃の後にスペシャル攻撃を発動する。なんだ、スペシャル攻撃って。なんだこれ。避けれないよ、それ。ちょっとやめて、うわぁ、むずすぎる。ちょっとこれは、原作やらないとできないですね、これ。ということで、アンダーテール、サンズ戦、ちょっと途中放棄になりますが、やってみました。これおもろいな。アンダーテール実況でしか見たことなかったんですが、これはハマるわけがわかりますね。サンズ戦だけやりたい人は、こちらの作品でぜひやってみてください。ということで今回は日本人が作成したスクラッチの神作品を実際にプレイしてみました。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。